今少しずつ、まあ、大阪元気になってきました。やればできるということなんです。改革で、改革で生み出した財源で、我々はこの大阪において教育無償化実現をしてきた。ところがやっぱりね、永田町の住民の皆さんにはどうも伝わりません。この10月に消費増税が行われる。でも増税しなくても現実に大阪では教育無償化、まあ私立高校の無償化なんていうのはもう8年前からこれやってるわけです。政治っていうのは結果責任なんで、結果見てもらいたい。全国の皆さんに徹底して改革をやれば、消費増税なくてもこの教育無償化は実現できるんですよと。安倍総理は今回の増税で教育無償化を実現するというけども、その前にですね、まず徹底的に行革をやり、財源を生み出す努力をして、そしてどうしても社会保障費足りないときにもう一度国民の皆さんに判断いただく。今の時点で増税をするなんていうのは、これはもう国民の皆さんに負担をこれからも押し付けていく安易な増税なんです。これをなんとかね、止めるために我々に力を持たせていただきたい。